佐賀五流は、佐賀天皇を改祖とする華道の一派である。華道佐賀五流とも言われる。大覚寺佐賀天皇華道祭2015年第52代、佐賀天皇上は9年7月15日が、公認の時世に、佐賀利宮に宮殿を構え、利宮内に造営された大沢地の菊賀島に、自生していた佐賀菊を倒り、天井の花瓶に刺されたことが発祥と伝わる。 伝承によると、その時、佐賀天皇は、後世、花をいくる者は、よろしくこれをもって、藩とすべしと言われ、稼働の普及を進めたという。佐賀天皇の離宮は、その五亀山上皇や五座上皇による陰性の、舞台となり、佐賀御所と呼ばれるようになる。江戸時代末期には、未昌流を学んだ、未昌祭、後はじめが活躍した。文政十二年に、佐賀御所か、 勤と職に就いた、未詳細、こうはじめは、稼働の普及に努め、稼働家元を名乗るまでになった。その結果、大覚寺の稼働は、全国的に名が知れ渡るようになった。実際には、佐賀天皇が開祖とされているが、古くから稼働を行っていた家元大覚寺が、開祖である。佐賀天皇は、花を生ける者は、よろしくこれをもって、藩とせよと述べたとも伝わる。 未詳細、後始めは、田島国で生まれ、未詳細一始めに従って、摂津国大阪に移った。そこで一始めとともに、未詳流を基盤を築いた。陽明安太郎、井上治佐賀五流氏、花、ありがとうございます。